待って、もう昨日開封したのに。まあいいか。動画したのにな。こんばんは、みんな元気ですか？前髪を直す。ありがとう、だるまと。かわいい。こんばんは、こんばんは。寒いね、今日も。今日も寒いですね。前髪きれいに切りたいな。まっすぐピチって今日切ろうと。今日切るので、え、待って、前髪あんなに固まったのにもうこんなになっちゃった。今日は前髪を切るので、あんまり巻きすぎないように頑張ります。ツイッター何食べてるかは絶対にわかるでしょ。絵文字に書いたんだから。何このギフト、え、なんて書いてあるの。ギリでもいいよ。どういうこと、どういうことどういうこと、何これ、初めて見た。ギリでもいいよとは。今日差し入れでいただいたフルーツを食べた。美味しかった。久しぶりに食べたフルーツ、カットフルーツなんて。あ、ギリね、ギリでもいいよね。なるほどね。もうバレンタインですね。私昨日の夜ずっとチョコ調べてた。バレンタインだもんね。私のバレンタインは、今年のバレンタイン、私は公園です。ぜひ見てください。作りは今やっぱコロナとかあるからしないですね。まあ、なくても多分しないんだけどね。わかんないけど。でも自粛期間中にお菓子作ったな、ブラウニーとか。そう、ぜひね、チョコが欲しいって方はバレンタインの公演に応募してみてください。そしたらチョコがもらえるかもしれないよ、誰かから。おまじない、チョコがもらえるおまじない。2月14日の公演に申し込むっていう私ね、バレンタインの日、2年前のバレンタインが公演デビューだったんですよ。もう初めての公演、劇場公演、青がなんだけど楽しかった。めっちゃ緊張した。コスパ的に結局ロイズが一番好きね。ロイズってさ、送料超高くない？北海道だから送料の方が高いからさ、だから諦めた。そう、昨日買おうと思ってネットで買い物かごにまで入れたの。でもね、送料が高すぎてやめた。バレンタイン、去年はエコパだったもんね。去年の15日がエコパで、14日はみんなでリハしてましたね。バレンタインデーキー、はいはい、バレンタイン。北海道物産展ってさ、名古屋どこにあるの？行きたい。ロイズ、ロイズ欲しい。去年はエコパだったから、もうメンバー全員に会えたから、なんかすごいいっぱい渡せた、チョコ。
名鉄百貨店高島屋にあるの。え、行きたい、行こう、行けたら行こう。シャラララ素敵にキス、シャラララ素顔にキス、シャラララ素敵にキス、タタ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 タン、一年一度のカラダオーダーリン、シュワシュワブリ、こういう感じです。甘い甘い恋のチョコレート、銀紙そっと開いて、タタラタタラ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 、バレンタインデーキース、超覚えてる、これのリハした時、振り入れした時のこと。こんばんは。チョコ菓子何が好き、なんだろう、生チョコでも生チョコ好き。生チョコがさ、今セブンイレブンに売ってるらしくてめっちゃ食べたい。なんかチョコ餅っていうのは食べたんだけど、あとね、生チョコが乗ってるスタバのやつも飲んでない、まだ飲みたい、見つけたら。でもなんか売り切れが多いから見つけたら飲みたいなって感じです。あ、今日のチョコ、今日買ったチョコ、これ初めて買った、買ってみた、食べかけです、食べかけ。ロイズのチョコはね、おじいちゃんが北海道に毎年行ってた、毎年っていうか年に2回ぐらいかな行ってたからね、いつも買ってきてくれたんです。だから大好き。ローソンのゴディバコラボ、へえ、そんなのやってるんだ、いいね、自分へのご褒美はいいよね、バレンタインだし。2月ってなんかイベントいっぱいある、楽しい、節分があったし、この間バレンタインだし楽しいね、バレンタイン大好き。バンバン、コメダでゴディバコラボやるの、すごい、やっぱバレンタインだから、コメダじゃない、コメダじゃない、なんだっけ、ゴディバさんも頑張るのかな。今日エゴさんに会えなかった、時間が違ってだから会えなかったですね、ピエンって。これカロリー高っ、もうやめよう食べるの。食べる、いつかの朝食べます。バレンタインは誰かにチョコ送るの、うん、今年は多分メンバーそんなにいっぱい会わないから、何人かでいいかなって。去年もらったことかな、至高の超生ブラックサンダー、わかんない、なんかバターみたいなのしかわかんない、生ブラックサンダー、なんとかバター、なんとかのバターみたいなやつならね、食べたことある、いっぱい。パイナップルの方ですね、ほう、パイナップルのなんだ、パイナップルは型？パイナップルの人ではない、エゴさんにもらってはないです、スタッフさんが差し入れしてくれました、差し入れでいただきました、超美味しかった。もうね、久しぶりにフルーツを食べたんですけど、フルーツって結構高いじゃないですか、カットフルーツって、めっちゃ美味しかった。最近ハマってる髪型です、これは。生ってだけで高級感出る、ああそうなのかな、で最近アイラインがうまく描けるんです、注目ポイント、多分みんなどうでもいいポイント、どうでもいい注目ポイントね。今さ、ツイートにショールームやってるよってやりたいんだけどさ、今ツイートするとさっきツイートしたやつが見られなくなっちゃうから、みんないっぱいシェアしてください、私がショールームしてることを。どこかこの辺に、こ
これかな、こっちかな、ツイッターのアイコンみたいのがあるから、それでぜひツイッターにシェアしてください。終わったら消していいから。ね、今日さ朝起きたらか分かんないけど、ツイッターのフォロワーが20人ぐらい減ってたの。20人ぐらい減ってて、えって思ったら、なんかみんな減ってたっぽかった。みんな減ってた。ぜひしてください。シェア後で消してもいいんで。頭から離れなくなっちゃった。え、なんで？それはね、私が知りたいよね。急にさ、自分の、そう、今フォロワー増やすこと目標にしてるから、誰かが消えたのかな、いっぱいアカウント持ってる人が消したのかな、全部。あと579人だって。もしツイッターフォローしてない方がいたら、ぜひフォローしてください。3月の、3月中に1万人目標。目標3月中に1万人なので、3月中って高校卒業が3月なので3月中です。ちゃんとフォローしてくれた人の名前も見てる。フォロワーめっちゃ確認するから私。公演の時に行ったよ。もうね、行ったから何回も言うのはあれじゃないですか。だからもう行った。フォロワー増やしてる、ぜひフォローしてくださいはね、行ったこの間。何と言ってるよね、いろんなとこで。今日は何をするというわけではないんですけど、まあ、時間があったのでショールームをしてます。フォローしてるよ、ありがとう。よかったら拡散してね。今ね、まだ今のところ拡散してる方はいないので、一番になれますよ。今なら一番になれます。ティーンズユニットもね、私ティーンズユニットの何だっけ、なんかツイート、ティーンズユニットのティーンズユニットじゃないツイートをしようと思っていろいろ準備してるんだけど、まだね、ちょっとだから明日ガチる、今日の夜から明日にかけてガチる。もうね、多分ね、このままだと永遠に終わんないから、ちょっと今からガチります。頑張る。
頑張って早く投稿できるようにします。だからそれまで皆さんもぜひツイートしてくれたら嬉しい。効率よくフォロワー増やす方法は皆さんがやっぱり宣伝してくれることとリツイートをいっぱいしてくれることですね。なので宣伝よろしくお願いします。ツイッターも、まあツイッターなんだっけ、ティーンズユニットもあの私のアカウントをアットマークとかでつけてくれたらそれもついでにツイッターの宣伝にもなるからぜひあのアットマークをつけてティーンズユニットの宣伝をよろしくお願いします。あと投票もよろしくお願いします。もうね、あとね、あと3日後には速報が発表されるんですよ。再生回数多いのはあれです、私が再生回数は絶対多い方がいいと思うからあのいっぱい見てくださいって言って、多分同じファンの方がねいっぱい見てくれてるの。そう、なんか再生回数が増える方法を調べてみんなに言っていっぱい再生回数が多くなるようにみんなで頑張ったから、多分それは YouTube はね、そうなの。タグ付けでもいいけど、タグ付けだけだと私気づかないんで、アットマークをつけてぜひ。今日もスタッフさんに会って、7日よろしくお願いします、7日と思ったら速報だった。7日ですね、8は公演ですね。投票してありがとう。速報までに、多分みんなそうだと思う、他のメンバーのファンの方もそうだと思うけど、速報までに全力でっていう方針で頑張りましょう。速報では絶対にいい結果を残せるように。頑張りましょう。だから残しておくってよりも先に全部やっちゃった方がいいんじゃないかな。あ、フォロワー戻ってきてる。ちょっとだしさ、昨日の夜かな、昨日の夜追加したんだけど CD をね、セブンネットの限定版を、なんか届くのが24日から27日って書いてあったんですよ。それってさ、25日に届かないことってある？再生回数をね、あのね、一人何回も稼げる方法があるんですよ。それでみんなでね、ショールームで作戦立てて頑張ったの。私はその今持ってるのは全部投票した。でその追加分が残ってる。あ、届かない、よかった。届かないかと、届かなかったらどうしようかと思ったよかったですね、それはよかった、それはよかった。じゃあその最終日にみんなでその追加分で願掛け投票しましょう。そ
それ以外はもう速報前に全部って感じで、まあ、2票目の行方はその多分仕切ってくれてる方がいるのか何人かでやってるのか分かんないけど、多分でもさあれで動いてるわけじゃないよね、公式の応援アカウントで動いてるわけじゃないから、どこでやってるのか私も分かんないんだけど動いてくれてるみたいだから、その方にぜひ聞いてみてください。投票してくれましたか？そう、これからはね、あの定型文を変えたんだけど、投票します報告よりも投票しました報告の方が嬉しい。可愛い泣きそう。その辺分かんなくて応援アカウントに DM しちゃった。帰ってきました？それは帰ってきたのかな。それでそれがね一番分かりやすいけど。それが返してくれてるなら応援アカウント。寒いですね今日も。もう手が痛かった今日、あ、自転車で帰ってきたんだけど手が痛かったです。モバメはさアプリじゃないとできないんだよね。私アプリで撮ってなかったからアプリで入れた。これ今ね二重に契約してる。同じ人の同じメンバーの上目を二重に契約しています。まあしょうがない。いや私上目さアプリでしかできなかったんだけどやり方分かんなかった。自分は投票を完了してお願いした方も投票してくれました。ありがとうございます。どっちもあるの？それは後で見とかなきゃ。ありがとう教えてくれて。危な。教えてくれてありがとう。投票する自分で。アプリ以外もあるって。あ、応答ない？いや、応援アカウント。じゃあどうしたらいいんだろう。ぜひじゃあなんか私の。ハッシュタグ愛は念目が叶いますようにっていうやつでツイートとかしてくれたら誰か反応してくれるかもしれない。ハッシュタグ2個になっちゃった。持ってる分は全部投票して、あとは時間かけ投票分届くの待ってる。天才ありがとう。100点満点です。あやと釣り合い取れるメンバーに投票したらダメなんじゃなかったっけ。なんか競いそうな人に投票したらダメなんだよ確か。ね、TNG にって長くない？なんか絶対入んないんだけど。コメントが長すぎますって言われた。無理だ。そう、競いそうなメンバーには投票しない。でも私どのメンバーと競ってるのか全然分かんないから、とりあえず、まあ、あの人に入れといた。あの人と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 入れといた。まあ、とりあえず全員ばらけさせといた。今日もう2月4日だって。早すぎ。びっくり。早っ。 K2 縛りでいきます。あ、でもこの方は愛理ちゃんのファンの方かな。名前的に嬉しい。 K2 のファンの方も嬉しい。投票してるって言ってくれて
よろしくお願いします。未来の K2 のために頑張るので。競合しそうな人に入れない方がいい。競合しそうな人誰？競合しそうな人って誰？私なんかさ、例えばさ、なんだろう、さやみるきとかさ、急に名前出したけど、そういうなんていうの、ペアみたいな、ペアで売り出してるライバルみたいな人いないからさ、競合症の人が誰なのかが全然分からん。ナヤンいないし、ナヤンと競合別にしてないけどナヤンいないしね。本当に2人目悩むね。私も投票するときに思った。え、どうし、これどうしたらいいのと思った。面白い、なんかね、そういうのが面白いんだろうね。やっぱ2票目がなかったらもっと、ね、結構みんな予想できちゃう結果とかだったかもしれないけど、どうなるかわからないのが面白いというか、楽しみましょう。でも楽しい感じでって言われたから、今度の速報もワク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 した気持ちでいきたいと思います。多分無理だけど、ワクワクした気持ちで臨みたいと思ってる。多分無理だけどそんな無理に決まってるじゃんねえ、分かんないよね、誰と競合してるかなんて。しかも最近、なんか最近ずっと自粛期間だったし、分からん。2人目は全部違う人に入れましたね。私もそうしました。まず DMM 票投票しました。ありがとう。私も DMM も投票した、ね、妹のさ携帯でさ、やってくれないかな、まあ、ワイル後で頼もう、後で頼もうと。おばあちゃんにも頼もうと。学校の友達がさ、私いないからさそれはちょっと無理なんだけど、友達さ、メンバーしかいない。メンバーにはさすがに頼めないからだから友達作ろうかな、料理教室でも通って友達作ろうかな。でもね、美容院の人がね、なんかやってくれるって言ってくれた。優しいねえ、楽しい感じの配信にならないよね。わかんない、わかんないけどね。まあでもみんな仲良しだから。こんばんは、こんばんは。地元の子と連絡取ってないよ。連絡先わかんないもん。持ってる分全部投票しました。ありがとう。ぜひ、周りの方にも頼んでくれたら嬉しいです。美容師さんはね、人によるね、喋れるかどうかは。この間の美容院の人は優しかった、めっちゃ。速報でアヤが1位なら、それ以降2人目にアヤを選ぶ可能性が高い気がする。いや、そう、なんか1位じゃなくても多分入ってるだけで絶対変わると思うから。だから速報までに全力でいきましょうっていう目標です。私たちは不遇ポイント溜まってる面積、不遇ポイントって何？本当に私不遇ポイントってさ、めっちゃ嫌い。不遇ポイントってさ、なんていうの、多分言われていい気にならないと思う、メンバー。わかんないけど、ダメだ、めっちゃさっきからなんか怒ってる。やっぱさ、なんかね、こういうのってそういうなっちゃうのかな、そういう気持ちになっちゃうのかな。不遇ポイントってさ、なんか私がもし言われたら、なんていうの、私が恵まれてないんじゃなくて、私がその選ばれる人になれなかっただけだから、全部自分のせいじゃないですか、結局は。だから申し訳ない気持ちになる。
ブーポイントってみんなどういう意味で使ってるんだろう。最近これティーンズユニット始まってからよく見かけるけど、コメントでショールームの、サインと手形届いたね、届いたっぽい。みんな確認してみてください。ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。同情ってどういうこと？同情って何？同情って何？同情するなら金をくれってやつ？それしか知らん。私速報何位まで発表されるか聞いたんだけど今日。でもこれまだ多分発表されてないから言えないけど、だからもうめっちゃ頑張らないとなって思った。速報はねないか、ないまでが聞いたんだけど、でもまだこれ発表されてないよね。だからあんま言わない方がいいと思うから言わないけど、とりあえず、まあ、全力を出すのは変わらずで。あやとセンター身長合う面に入れるね。え、でもあのあれです、多分全部違う子にばらけさせた方がいい、ばらけさせた方がいい。だから全部同じ子に入れちゃうと同じ票数入れたことになっちゃうから。こんばんは、こんばんは。ってことは YouTube か、 YouTube、 YouTube で配信されるの？何で配信されるの？速報、今日からおすね久しぶりに見た。速報はね、うん、速報は結構頑張らないとダメだ。YouTube でも配信されるんだ。そうなんだ。じゃあその日の、その日のさコンディション大事じゃない？ YouTube 見てもしかしたらこの子にしようって思ってくれる方もいるかもしれない、来るいるかもしれないし。でもなんかさ、少なくともさ SKE のファンの人、もし推しメンが候補に入ってなかったとしても少しばかりは気になるじゃないですか、絶対。だからそこでちょっと興味を持ってもらえるようにしなきゃですね。DNM もだけど、速報で入りたい、最後に巻き返したい。これはあの、じゃあ一生言うね今から速報に全力で、速報後から巻き返すのは多分不可能だから。速報で入ってないともう多分ね諦めに近い。申し訳ない、こんなティーンズユニットの話ばっかになっちゃって。ショールームなんかコメントしてくれれば何でも話す。セブンネット受け取ってきました、ありがとう。ぜひ他のコメントも待ってます。そう、まあ言えないからもうそのことに関しては質問されても答えれないけど、速報の人数は聞いた。投票しながら見てくれてるのありがとう。結構さ大変だもんね、いっぱい打ち込むの。ありがとう、昨日からちょっと
先行逃げ切りが希望っていうか、もうそれじゃないとなんかみんなからお話を、総選挙とか頑張ってたファンの方からお話を聞く限り、速報で頑張らないと先、その先はないっていうのがほとんどだったから、もうそう希望っていうかみんなそうだと思うけどね。言えないこと多い、嘘一個だけじゃん一個だけじゃん。最終はさ、最初め、最終、最後は10人だよね。これは多分発表されてる。10人だけ出る。全員出たらさすがに酷だな。やっぱりみんなのいいねしましたがすっごい流れてくる。投票したよ、いいねしましたがすっごい流れてくる。希望っていうかみんなでの目標、なんていうの、作戦、作戦です。これは作戦って言ってみんなそうだと思うけど、私一人の希望とかじゃなくてみんなで考えた作戦。そう、みんな多分もし見てく、ショールーム見てくれてても今の話の流れ的に入りにくい人もいると思うけど、全然何の話でもしてください、何の話でもしてください。今 DMM の分、あやとあやちゃんにできた、ありがとう。 K2 のファンの方かな、ありがとうございます。一緒に入れたらいいな。今日学校はない、今日はお仕事だから、こういう髪型、今日これハマってる髪型なんです。この間の公演でもしてたけどこの間の公演でもこの髪型をしてたんですけど、ハマってるのでお会いしたいと思います。あれ迷ったらこれ大好き、これが一番盛れる。これかハーフアップ、ハーフアップだとでも髪の毛が見えないから、こうしてハーフサイドポニーみたいな、なんだっけ、なんか決めてもらったけど忘れちゃった。今日は1本なのでゴムが。この間はね、公園、この間の公園で最初ゴム1本でやったら途中で取れちゃって、だから途中で結んでもらった言われた、チュリさんの髪型ってメイクさんに。でもチュリさんのやつももっとこうじゃない、もっとなんかこんなじゃない、卒業式ありそう、分からん分かりません。でもね、3月多分忙しいんだよね、3月2月忙しいんだよね。可愛いです、ありがとう、こんばんは。青海さんとの写真良かったよ。何それ、青海のモバメ違う、今日から押すね。14日の公演まだもう申し込みできないの、昨日あれ昨日発表されたんだっけ、私出ること。でもね、一昨日のショールームでね、さきさんと一緒に先に発表しちゃった。さきさんは出ません、私は出ますってフライング。小林原がの MV かっこいいよね、曲私もずっと聴いてる、お気に入りに入れて聴いてる。みんなも聴いてね、もうね歌えるよ、ラップあ、今日までだったんだ。まあね、トレードもあるし。キャッシュカードの再発行どうなった、どうなったとは、どうなったって何、なんかさ最近口座番号教えてくださいってめっちゃ来るんだけどさ、キャッ
キャッシュカードないから引き落とせないよっていうどうでもいい報告でした。ご清聴ありがとうございます。その髪型好きです。いや私も最近ハマってる。マックフルーリーどっちが美味しかった？マックフルーリー食べてない。どっちも食べてない。最近マックね、この間の公園マック行かなかったんですよ、珍しく。マック食べなかった、行かなかった、食べなかったんです、実は。珍しく秋の丸だったって。申し込みトレードで当たるといいね。バレンタインデーキース、まあまた公園出るときあるのでいつでも来てください。大歓迎。難しい雇用地フラグ、難しいとこもあるよね。サビは簡単だけど 1A とか、なんか男子チームがやってる振り付けがめっちゃ難しいと思う。覚えなきゃだよね、覚えなきゃ。この間はね、さきさんとお弁当食べたよ。配信したんだけど、じゃん、てるてんてん。あ、キャッシュカードのね、あの再発行の仕方知ってるから大丈夫だよ名古屋ドーム初めてじゃない、握手会とかした。でもなんかあそこ芝生だったのは初めてだった。芝生は初めて、芝生みんな初めてか、芝生は初めてでした。でも私名古屋ドームで握手会の時に来た方いるかな、なんか紹介みたいな、球場を一緒に回るやつ、ファンの人と一緒に球場回るやつあったの覚えてますか？もうそれ懐かしい、今思い出したそれで結構いろんなとこ回ったことある。なんかシャワー室とか、なんか次控えの選手が練習してるとことかみんなで回ったの。懐かしい、なごとで。あ、そう、ブルペン懐かしい、ブルペン。そうドームツアーってドーム回るみたいだけど、名古屋ドームの中のツアー。そう、メンバーとファンの方、多分当たった人かな、当たった人でみんなで回るっていう。メンバーがなんか本じゃない、台本みたいに読みながら球場のドームの中を紹介するんだけど、楽しかった。あれ懐かしいな、入ったばっかの時、2年前ぐらいかな。だからちょうど、でも多分2月だからちょうど本当に2年前ぐらいだ。難しい、それの時に行ったね、なんかやだな、善悪だったかな。でもライブはしたことがないの、いつか立ちたいな。そう、9期からはね、立ったことないからね。あれでも総選挙もいなかったから。そう、芝生だった、芝生の上にさ、なんか生足で座るのめっちゃ痛かった楽しかったな、いろいろあったよね、あの時はとか言っちゃった。いろいろあって楽しかった。抽選とかだったけど、最近だったら大富豪とかもあったし。そう、ポップコーンとかわたあめとかあった時、その時になんかキウキが先輩と写真撮るの OK になって、みんな写真撮ってもらってた。その日に OK だったの。その名古屋ドの2日間握手会あって、2日目に OK になったの
東海ラジオのブースに置いたの中戸の芝なの。そうなんだ、初めて知った。なんかさ、ドキュメンタリー見た方は分かると思うけど、誰かなんか持って帰りたいみたいな人よね。そう、見てください、高知フラグのドキュメンタリー。キミちゃんじゃなくてね、青海と TikTok 撮ってもらった、で載せてもらった。今もあるのかな、名古屋で、名古屋で TikTok 最初に奈緒さんと写真撮ってもらった。初めてその時喋った、その時初めて奈緒さんと喋った、その写真 OK になった時で、なんかさきさんが呼んできてくれて、そしたらその時奈緒さんがブログ読んでくれてて、私の初めてそこで写真撮った。髪型いいねでしょ、気に入りなんだ。かっこつけてもしょうがねえじゃん、近くにいれば伝わるだろう、ハートの鼓動は見えない言葉、ドキドキイコールラブイコールラブ、おさなかつけない、騙せやしない、こんなに分かりやすいフラグ立った、大好きだったあれだって分かるだろう、恋落ちるや。さりげなく優しくしたら自分に言われながら驚いた、まさかそんなことあるわけない、嬉しい、髪型いいねって言ってくれて。昨日の配信みんな見てましたか？今日ツイッター載せたのでぜひいいねしてください。最近いいねが少なくて寂しいので、みんないいねしてください。あとリツイートしてください。リツイートが増えれば必然的にいいねが増えるので、ぜひリツイートしてくださいそう、投票期間でもあるし、ティーンズユニットの。もうさ、ここでさ見てくれた人がね、こっちかな、なんだっけ、このショールームを見てくれた方が全員リツイートしたら2382リツイート行くんですよ。すごくないですか？だからぜひご協力よろしくお願いします。今日のツイートだけじゃなくて、でもあとね、今度ね、さっきも言ったんだけど、ティーンズユニットの話のツイートをするから、頑張って完成させるから、ぜひそれは特にリツイートしておけたら嬉しい。こんばんは。見た？かっこよかったよね、こういうチフラグ。なんかサンガセンターのバージョンでした、昨日は。あ、そうだ、そういえばこれ、こちら届きました、届きました。飾ります、これすごい、すごい、めっちゃ可愛い、なにこれ、初めてこんな可愛いの見た、すごい、めっちゃ可愛い。これさ、枯れない花かな、くれないといいね。めっちゃ可愛いんだけど、これはさ、どうしたらいいの、これに板につけたまま保管すればいいのかな、誰か教えて、誰か教えてくれ、すごい、可愛い、ありがとう。これどうしたらいいの、これこのまま、どうしたらいいのかわかんないんだけど、可愛い、めっちゃ可愛いんだけど、ありがとう、写真撮ってのっけよう。これはさ、これ外さない方がいいのかな、
教えてください。誰かいないかな。岡本彩香ファン一同、一同のみんな、一同のみんな、一同のみんなありがとう。一同の皆さん、これはどうやって飾ればいいですか。9期生2周年、9期生2周年、鏡ももらったのにこんなのももらっちゃっていいの。こんなのももらっちゃっていいんですか。鏡ももらったのに、ね、このツイート伸びないかな。もうこれ以上消そうかな。なんかね、いいねとリツイートが少ないと消そうと思っちゃうの、ツイッター。今ね、今これ消そうとしてる。今日のパイナップル、どうしよう。後で消えたら察して、あってあって、消えたら察してください。あ、リツイートが少なかったんだな、ツイートといいねが少なかったなってさせてください。まあこのままだと消えますね。なのでぜひ皆さん、いいねとリツイートしてください。リツイートは引用リツイートすれば2回分リツイートできますので。ねえ、これどうやってさ、誰もいない、もしかして。なんかどうしたらいいんだろう。でも袋がね、すごい、誰もいない、もしかして。私のファン一同、誰かしらいないかな。こういうのなんて言うんだっけ、コミュニティみたいな人、入ってる人誰もいないのかな。ね、どうしたら、これどういうこと。これはさ、つけたまま、誰かもしかして一人しかいない、私のコミュニティ。応援コミュニティ一人しかいない。一人で全部出してくれたの、お金。でさ、ビニールみたいなついてるんだけど、どうしたらいいんだろう。誰か来てくれないかな。もし見てたら、何でもいいんで教えてください。どこでもいいんで教えてください。一同の方、コミュニティってさ、そんな人いないのかな、もしかして。こんな話しない方がいいか。もしかしていない。3人ぐらいで回してるんじゃない。だとしたらさ、すごい、こんなすごいもの、かわいい、なにこれ。これどうやって作った、どっかの花屋さんかな。すごい、かわいい。実はいないの、去年の生誕祭とかさ、かわいかったけどさ、もしかしてみんな生誕祭はコミュニティの人だけじゃないのかな。生誕祭3人で作ってくれたの。3人って言っちゃった、決めつけちゃったけど。じゃあ今日はいないということで、すごい、こんな人数が少ないのにファンの方もありがとう、こんな素敵なものをくれて。これいくら出したのかな、ありがとう。心が苦しいよ、ありがとう。かわいい。これは多分偽物のお花だからずっと飾れるね。嬉しい、ありがとう。あのね、もらったものボックスがあるから飾っとく。
あ、見てないんだったくれた人見てないんだった。ありがとうございます。で、伝えといてください。ね、生誕祭もありがとうございました。去年もこれもね、これはケーキのファンのみんなで出したのかな。ファンのみんなで。あと最近もらったものは、あの小学校のお祝いの盾も、え、それももしかして3人とかで出してくれたの。いいのに。そんな、ありがとうございます。本当に、あ、開票作業中なのかな。開票じゃない、開票、投票作業中。ありがとう。私のファンじゃない方も見てくれてありがとうね、そうだから、これであのね、私のファンの方以外も私のショールームを見てくれてるっていうのが明らかになったので嬉しいですね。みんなありがとうございます。見てくれて、3人で決定なの。3人で決定ではないけど、あなたも違うし、この人も違うし、あなたもあなたもあなたも違うから、ってことは3人かなみたいな感じ。適当です。2人かもしれないしね。1人かもしれないし、1人だったら本当に申し訳ない。あの、生まれ変わったら絶対その人のなんか執事かメイドになるもし1人だったらね、1人で全部やってくれたら、その人の、あのお世話係する、ジーヤか羊かメイドになるうまい。今日ね、全然寝てないんだよね。全然ジーヤに、生まれ変わったら男か女か分かんないし、ジーヤになる、どっちが先に生まれるかも分かんないし、誰か分かんないからさ、筆跡鑑定でもしてもらおうかな。筆跡鑑定をします。筆跡鑑定、メイド服ね、もうすぐ出ると思う。どっかのアプリじゃない、まだ言えないけど、どこかのゲームのどこかのカードに出ると思います。メイド服、今はね、可愛いなんかバレンタインの服なんだけど、もうあれ可愛くて仕方ないな。おさ、自由うまいの。これ筆跡鑑定お願いします。筆跡鑑定お願いします。愛しさん、アボカド食べたい。メイド服似合いそう。なんかね、着たことないタイプの、メイド服ってかそもそも着たことないかも。カラオケ配信は夜だからね、できない。近所迷惑になっちゃうでしょ。私ね、壁防音がないから、この家。もっとお金持ちになって、防音がある家に住めたらやります。夜にカラオケ配信。メイド服普通のっていうか、着たことないけど、いつもなんていうの、あんまり見ないタイプのメイド服だった。この間着た衣装で着たやつ。
パッションフォーユーの今のなんかカードかな見ました、新しいやつ。新しいやつ見ました。メンソレータムの服さ、なんかさ、メンソレータムの服かわかんないけどさ、あの去年のハロウィン公演でアイアイさんが来てたよね。ぜひ見てください、あの新しい衣装めっちゃ可愛くて、あの欲しいと思って、あのねメモしたの、お店を売ってるお店メモしたんだけど高くて買えなかった。高かった。ファンじゃないって言ってないよ、コミュニティじゃないって言ってたっけ。コミュニティってどういう意味、アシスメントってどういう意味。そう、ぜひ見てみてください。今週じゃない、今月は多分チェキプレゼントのねイベントだと思う、ファッションフォーユーは。めっちゃ可愛い服なので、でも私あのねめっちゃ可愛い服でスカートも可愛いのよ着てたんだけど、なんか短すぎて NG 出ちゃって長いのに変えられました。残念ながら。でも足全然落ちてなかったよね、いいやって感じ。めっちゃ可愛かったあのコーデ、欲しい。でもスカートはどこのか分かんない。アシスメント、シじゃなくてシ、あれどこのスカートなんだろう、もう分かりません、もう分かりません。クロージュラガの MV の裏話、裏話ってどういった、裏話ってなんだろう。もうさ結構いろんなとこで話してる。この間昨日の配信とさ、昨日の配信で観覧車ようこそで言ったこととさ全く同じこと言っちゃって、多分あそこにいた人誰がエゴさんいなかったかな、ナオさんだ、またこいつこの話してるよって絶対思ってた。だからその話したくなかったけど、それしかないもん私の、なんかちょっとみんなが笑えるような話、それしかない、他は言えないことばっか。言えないし面白くないし、裏話って難しい。なんかもうちょっとねお題があったらいいんだけど、ね、恋落ちって呼ぶ人もいるんだね、恋フラの人と恋落ちの人がいる。恋落ちの方が効くかも、恋落ちの方が効くかもしれない。あ、この人が投票してくれたって、ね、投票してくれた人にさいいねをした方がいいかな、ツイート。何を食べたとか、食べた、そんなんでいいの、ビスコ食べた、ビスコビスコのいちご味があったからそれ食べました。美味しかったので、あのノアさんの机にも置いておきました。ビスコ食べました。あと何食べたかな、食べたものでいいのか、何食べたか、あの食べっ子水族館食べました。食べっ子水族館をね買ったんです。今夜のあや強い、え強い強いと、いつも弱いの、いつもは弱いんですか、強いか。でも今日もう1時間やってるのに3000人だよ、強い本当に強い。
ファッション前の服あれ可愛いよね。マノン東京っていうところのやつなんだけど、トップスはめっちゃ高かった。ちょっといつか買いたい。生まれ変わったら買いたい服。あと何食べたっけな。お弁当は食べた。食べたものか。あ、お弁当食べたね。2回、2日間お弁当食べた。あ、何食べたかな。食べたものか、全然覚えてないよ。私ね、その時期あんまりなんか悩んがショールーム始めたって。 MV の時ね、あゆかぴょんとプリクラごっこしてました。あとね、きみちゃんとあゆかぴょんと SK の曲をどんどん流して全部踊れるかっていうのをやってた。SK だけじゃなかったかも、48グループかな。どれだけ踊れるかっていうのを暇だったからやってた。あとはなおさんと長文考えたり、あとなんかさ、なんだっけ、なんかね、赤ちゃんのさ遊び分かりますか。なんか叩いてつねってみたいな、なんか手遊び、叩いてつねって階段登って降りてきてみたいな、赤ちゃんでさ遊ぶ、赤ちゃんと遊ぶ、そういうなんかよくわかんない、よくわかんないわけじゃないけど、赤ちゃんが喜ぶようなやつ、わかる？ショールームはね、あの音使えないからね、できないね。え、なんかさ、なんて言うんだっけ、叩いてつねって階段登って降りてきて階段登ってみたいな、赤ちゃんがなんかくすぐったくてめっちゃ笑うみたいな、えぇ、ー、って階段登ってガシャガシャガシャみたいなやつ。なんかさ、赤ちゃんとやらない、こういうやつ、赤ちゃんと遊ぶやつ。なんていう名前かわかんないけど、なんかそれをずっとなおさんとやってた。赤ちゃんの遊びをずっとやってた。のあの全員での撮影の日ね、名古屋ドバンテリンドーム、名古屋バンテリン、でもその時は名古屋ドームだったかな。赤ちゃんが泣いた時にご機嫌取る時に使うの、私機嫌悪かったのかな、その時だから使われたのそれを。そう、一本橋こちょこちょってやつ、一本橋って言ってた。難しい、そうそうそう、叩いてつねって、階段登って降りてき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 て、階段登ってこち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 こっていう。やつです。お、やってました。それが MV 撮影の裏、なんだっけ、裏話です。質問した方まだいるかな、わかんないけど、
あと何かあるかな、特にないんだよね。他にその時ねずっと一人でいたからね、あんまりねメンバーとの思い出ないんだよね。それは嘘だけど、なんかチームがね別々だったんですよ、仲いい子と。でもいやそんなことないわ、全部喋りきっただけだ、全部全部話しきっただけです、もう全部話したエピソード。体柔らかいチームの時の話はあゆかぴょんと遊んでました、ブリクラごっこして曲を踊れるかの対決してましたさっきと同じこと言っちゃった、またでもずっと本当にずっと衣装でおっぱいで遊んでたそれしか思い出ない。だからね昨日とか何にも話せなかったの、本当にそれが思い出、私の。以上です、こんな感じ。雇用中フラグぜひ聞いてください。でもこれもずっと言ってるけどね、これも同じ話ずっとしてるよね。もしかしてみんな初見、私のショールーム初見みんな初見ですか、もしかして。めっちゃさこの話ずっとしてるくない、私なんか何回も同じ話になっちゃうなって思って言ってないけど、ショールーム初見なの、嘘でしょ、みんなちゃんと話聞いてないのか、今までいっぱい話してきたのに頑張ってひどい。そうでも話した通りです、大事なことは何回も言いましょう。どういうこと今君を好きなんだなんて迷惑をかけるとかだってなんて、そんなことだってなんてなんて山だけだ、愛は身勝手なもの、こんな気持ちになっちゃってごめん、正直に言えるわけない。聞いても忘れてしまう。で私はもう話さないのでメモしてください。1回しか喋らないのでメモしてください私のショールーム、映像倉庫で見れます、過去のショールーム。私最近ね、あ、ねそろそろ来たかな、誰かこれの置き方知ってる人いたら教えてください。これ9期2周年のお祝いありがとうございます、めっちゃ可愛い、超可愛い。最近ね好きなんだよね赤と白、ぜひ飾り方をしてる方がこれね、もし送ってくれた方一人でもいたら教えてください。定期、過去定期です。これはこの話は定期的にしていきます、これから分かるまで。最近ねアーカイブ配信 DMM のリバイブル配信で青画が見れたから見てたんだ、ケーキの。ちゃんの話し方好き、ありがとう、嬉しい。そんなこと初めて言われた、人生であなたにナンバーワンの称号を与えます。あなたに
ナンバーワンの称号を与えます。うわ、掃除したいな、家の。明日しようかな、掃除、洗濯、掃除、洗濯、頑張ります。掃除、洗濯、頑張ります。SK メールで投票したよ、ありがとう。私も SK メールさ、アプリの方しかできないと思って、普通のやつのウェブの方、ウェブなんていうの、普通のメールの方やってないから、今からこれ終わったらやる、これ終わったらやります。皆さんもぜひ、まだ終わってないよって方がいたら、速報前に、速報前に、あの、忘れちゃったってのはコメント無視します。コメントコメントを、今なら間に合うんで。あ、来た、台と箱についてるワイヤー、ワイヤー切って、台、あ、これ台外していいやつなんだ。台外して何も押せばいいの。これは台を一緒に飾るわけじゃないですね。外して、で、これで普通に飾ればいいのか。じゃあこの台は別に絶対使わなきゃいけないってわけじゃないんですね。ありがとうございます、解決、やったー、ありがとう。お、普通の箱にな、じゃあこれはね、絶対使わなきゃいけないわけじゃなかったんですね。やったー、コミュニティの方、一同の人、ありがとうございます。いただきました、後で写真撮ります、これと一緒に。全部投票終わった、ありがとう。早めがいいね、早めがいいですね。やっぱ速報前にっていう作戦でいきましょう。初日にできる票、投票全部しまで、早い、ありがとうございます。いっぱい大変、あれね、結構さ、何コードとか打ち込むの大変なのに、ありがとう。お悩み解決した、ありがとう。ちょっと今からじゃあ、ハッシュタグ愛の夢が叶えますようにって、投票じゃない、投票したよって言ってくれてる方にいいねを押していこうと思う。ツイッターいいねを押していこうと思う。今調べてます。夢出てこないな。これってさ、ツイッターの名前なら呼んでもいいの？呼んでもいいの？ツイッターの名前なら。皆さんもこれで質問してくれてる方とかもいるから、ぜひ検索して見てみてください。そのタイムライン。アボカド食べたい。抜け道発見って何？どういうこと？どういうこと？抜け道って何？どういうこと？抜け道発見って何？なので投票したよっていうのはぜひね、このハッシュタグ、こちらのハッシュタグつけて書いてくれたら見つけます。まあ見つけ次第いいねするんだけど、そう、今まではね、宣伝のやつしかしてなかったんだけど、投票したよもちょっといいねしていこうと思う。みんなしてるし、
ております。これさ、2人タグ付けしてる人とかどっちもなんかいいねしました通知いっちゃうよね。私なんか他のメンバーがいいねしましたっていう通知がさ、こっちにも来たんだけど。はい、しました、いいね。でもさ、スクショさ載せれないやつもあるんでしょ。でもなんか一人に2回いいねするのどうしようってすごい今そこは迷ってる。やだこれ、本当にやめてほしい、本当にやめてほしい。あとあるかな、投票しましたの人。そう、タグ付けだけだとね、写真にタグ付けだけだとね通知が来ないんだよね。あ、記録に残らないんだ。なるほどね、確かに回答し済みですみたいななった。でもいいねをさ、いっぱいするとね、他のメンバーのタイムラインに流れてくるの。それが迷惑かなと思って、いつもいいねをしてすぐ取り消しちゃう。通知がいけばいいかなと思って。まあでも今はみんなの流れてくるからいいかって思って。まあ私にもいろいろ考えはあります。一応こんな何も考えてないように見えて一応考えはあります。お手柔らかによろしくお願いします。お手柔らかによろしくお願いします。悪いこれ。あ、立ち上がれなくなった。いいねってすぐ取り消しちゃうけど通知いっちゃう。え、ね、通知いくっぽいよね。私もさ、間違えていいねをしてた時とかすぐ取り消すけど通知来たみたいなすごいツイートされるからごめんなさいと思う。夜ご飯食べてない、アボカド食べたいっていう気持ち。パイナップル食べた。願掛け投票はします、最終日に。準備の方よろしくお願いします。でも作法までは全力で、最終日に願掛け投票だけする。
ショールームで。25日かな。どうしよう、仕事入ったら。今のところ何もないけど。あ、待って、25、あ、待って、20、まあいけるか。まあいけますね。25は予定があったけど、まあいけるだろう。いけるだろう。そう、7日が速報です。日曜日。2月7日が速報です。あっという間です。びっくりしました。あさってだっけ、あれ、しあさってお願いします。しあさってよろしくお願いしますって言われたの。しあさって何？ 7 日、何？速報だ。インドネシアから来ました。ありがとうございます。インドネシアでありがとうってなんて言うの？でもさ、センキューだったらさ、どこの国でも大体伝わるかな。センキュー、うん、早いですね。2月7日ですよ、もう。去年の2月7日はね、公演してました。めっちゃ覚えてる。ジュリナさんが卒業発表した日じゃない？あれ、それ2月9だっけ？ 7 か9か。7だっけ9だっけ。そう、エコパのリハしてて、そのまま公演だった気がする。違ったらごめんなさい。だけど違ったら本当にごめんなさいなんだけど、なんか S 公演してた記憶ある。アイアイさんとね、服がお揃いだったの。レッスン着レッスン着がお揃いだったの。待って、コメント止まったんだけど。何？みんないる？あれかな？確認しに行ったのかな？ツインテール？みんな無視しないでよみんな無視しないでよ。たまにさ、たまに誰からも返答ないから怖くなる。ツインテール高いですか、ナポ。え、そうで、それで誰もいなくなって、いるって聞いたのには答えてくれるんだよね私の質問には答えてくれないの、誰も。そう、質問は大体ね、こうなっちゃう。はず神社って、はず岬と一緒のところ。見てるようになると急に伝わる伝わります。結局わかんないの？ちょっと合ってるか怖いから私が調べるしかない。これは私が調べるしかないです。ちょっと私が調べます。誰もちょっと誰も教えてくれない、誰も教えてくれないから、私が調べます。はあ、悲しいことがいっぱい起きるな。1、2、3、授業発表、卒業部発表、創業に、創業になっちゃった。最悪、卒業が創業になっちゃった。もう一回やり直しだ。卒業発表来るかな。あ、ほら、2月7日合ってるじゃん。私の記憶が正しい。ショールーム終わろうかな。投票を終えてくれたら嬉しいです。今日は平均の収録をしてきました。
何時頃？朝の11時半頃。本当に気になるそれ。初めての収録。みんなコメントがいっぱい来るようになった。さっきは誰もしてくれなかったのに。眠くないよ全然。トーン低いのは悲しいことがあったからです。悲しいことがあったからです。平均の放送日はまだわからないので、わかったらお知らせします。私運動できない。 ETV チャンネルに入った。私も入った。いつかわかんないけど見てください。私が出ない日も見てください。ある曲を踊りました。難しかったです。嬉しいことあるといいな。今日あったっけ嬉しいこと。今日嬉しかったこと、今日嬉しかったことは、あ、うん、今日か今日じゃないな。今日嬉しかったことは集合時間に間に合ったことです。なんで銀河はやってない。まあ今はね、曲名は入れない、言えないけど楽しみにしててください。前に投票したよ、ありがとう。今嬉しいこと起きました。投票してくれた人がいた。大好きな先輩と会ったりしてない。まあみんな大好きだけど、みんな大好きだけど、私今歌う曲言ってないよ。歌ってもないし、フェイントです。もちろんそんなバカじゃない。何の話？あ、みんな大好きだけど会ってない。みんなが思う大好きな先輩には会ってない。会ってないし、会う予定もない先輩もいる。悲しい。私はなんでこんなに悲しいことがあったかというと、みんながコメントしてくれなかったからです。みんながコメントしてくれなかったから、こんなにテンションが低くなったんです。悲しい。全然会えないメンバー、全然会ってない。いやでもこの間現地でトーク会で会って、K2 のレッスンがあって会った以来です。会ってない。あ、言うて3日間会ってないの3日間だけど。違うの、いつもコメントしてくれるのに、私が質問すると返してくれないから悲しかっただけです。車でラジオ聞いてたのでコメントできないは全然大丈夫。お風呂入っててコメントできないも全然大丈夫。3日間は長いですよ。まあ、でもさ、それまでの、あ、ジェイさんだ。ジェイさんだ。元気。かわいい。コメント思いつかなくていいんです。私が質問したら返してくれたらいいんです。
私もなるべく、お題提供できるように頑張るので、ぜひ質問したときは返してくれたら嬉しい。全然メンバーに会えないよ最近。なんか思いついたらはしなくてもいいけど、質問したら答えてくれたら、わかんないでもいいから答えてほしいです。お願いします。お金はからないんだコメントは。みんなに会いたいです。すごい、みんな急にコメントいっぱいしてくれる。でもさっきのことはもう解決したんで大丈夫なんですけど、あやの質問は答えづらいことが違うよ。さっきはジェリナさんが卒業発表したのっていつですかって聞いただけ、答えづらいも何も一個しか答えない。怒られそうだけど、コメント止まってからいつもの流れ好き。大嫌い。すぐやめます。今度止まったらすぐやめます。今度止まったらすぐやめます。配信切る。今度質問にみんなが答えてくれなかったらすぐ切るから。すぐ切るから。そう、最近メンバーにね全然会ってないね。私エゴさんに全然会ってない。エゴさんに会いたい。あと2週間ちょっとで会える。えね、現地でトーク会だよね。なくならないといいけど、なくならないといいよね。なくならないといいね。なくならないといいよね。そう、ジュリナさんの卒業したのはさっき自分で調べたのも、一文字打ってね、自分で調べて分かったの。 1年前の今日です。そうから分かった。エゴさん iPad 買ってるよ、見たもん。メール。今日は平均の私力だった。私もでも時間が違ったの、エゴさんとは。だから会えるかなって、会えるかなって話したんだけど会えなかったから、ピエンって送った LINE。 ねえ、現地でどこかあるといいね。何の曲やったかは言えないけど、エゴさんとは違う曲、ナオさんとも違う曲、合わなかった。でもね、今回のメンバー、私たちのチームはおおってなるメンバーだと思う。あるといいよね。そう、みんな本当に体調に気をつけて、これ以上ね、このように生きていきましょう。ウタゴンさんとも違う曲、そう、おーってなると思う。メンバー見たら、メンバー見ただけじゃ分かんないけど、その踊ってるとこ見たら、何曲か撮ったからね、多分今日会った人全員が
同じ曲ではないです。納屋にも会った、今日青海に、今日青海とは久しぶりに会って、久しぶりに写真撮ってもらった。なんか久しぶりじゃない、なんかって言って、幕張もね行けるといいな。で、東京の方いますか？この中に東京よく行く方、よく行く方とか、東京出没する方、東京出没する方いますか？楽しみにしててください。平均本編は出ないけど、平均全部で何回あるんだろうね、わかんない。私でも初めて歌唱収録行った、歌収録、平均の歌収録初めて行った。東京のね、CD ショップで、 CD ショップに何店舗かな、何店、7ぐらい、7店舗ぐらいかな、ニコヨチフラグのポスターを貼っていただいてるんだけど、それにサイン入りのがあるから、ぜひ探してみてください。どこにあったかな、タワレコの秋葉原店 と新宿店と渋谷店と、あとどこ、銀座のなんとか、なんだっけ、なんかね、お店、銀座の CD ショップとか、あとどこにあったかな、結構いっぱい買ったんだけど、いや、いっぱい書いたんだけど、どこにあるんだろう、渋谷、タワレコの渋谷と新宿と秋葉原とビッグカメラの秋葉店もあった。そう、東京出身だから東京だったの、今回初めて東京が生かされて嬉しかったそう、みんな出身地のとこに書いたんだけど、東京は一人しかいないから、私東京の店舗全部書かせてもらって、あと他のメンバーは昨日とか歌番組出てる18人いるじゃないですか、そのメンバーのチームごとみたいな感じで、なんかいっぱい書かせてもらったから、ぜひね、結構ね、いっぱい書いた、ちょこちょこ、そう、秋葉原店には、ね、あるはず、ちょこちょこね、ツイッターで見かける、うん、お店の方が載せてくれてるやつとか、あ、赤ピンの生写真がやっと出ましたね、これ撮ったの6月だよ、去年の顔違うかもしれないけど、ぜひ生写真出ました。でも今はね、あれがあるから、ティーンズユニットがあるから、そう、ぜひ東京の方はチェックしてみてください。あるかな、これ秋葉原のタワレコらしい、ファンの方が載せてくれたやつ、これは、あ、これ全部 K2 ですね、これは関西は関西のメンバーが書いてるから、関西のメンバーに聞いてみて、大阪は大阪のメンバーに聞いてみて、京都は京都のメンバーに聞いてみて、さきさん、みなるんさん、そうださん、えごさん、ゆずさん、なおさん、ゆきさんのがある、秋葉原には、どっかは S だったな、そう、でも東京は東京出身だから、多分いっぱい書かせてもらったから、ぜひ見てください。だからいつ、なんかもしさ、友達がさ、普通にタワレコとかにいてさ、私のやつ見たらびっくりするよね。なんかそういうのがあって
地元でのお仕事できたらいいなっていつか思った。でも東京地元ってさ、なんか東京の地元のお仕事って全然絶対ないよねそうですね、一人しかいないの今東京出身。やばい、読めないやつばっか来た東京ね、一人しかいないんだよね。なんか前47の素敵な街へやってたじゃないですか、松村さんのなんだ、陸川かな、卒業公演、公演ではない、陸川かな、陸川やってて、あの時東京いなかったから超やりたかった。でもその時は9期生まだ入ったばっかだったからできなかったんだけど、やりたかったな、いつか。でももうでやんないだろうなもうやんないだろうな。もうちょうど2年前ぐらいですよね。東京狭くない？東京って狭くない？めっちゃ東京ってさ、あんな狭いのにあん中にさ人がいっぱいいるってさ、すごいよね。もっと広い場所を都市にすればよかったのに思わない？なんか静岡とかってさ、静岡とか、この間エコパだったから静岡だったらさ、地元みたいな、地元なんて言うんだっけ、そういうの歓迎じゃなくて地元凱旋、凱旋しましたみたいな、凱旋しましたみたいな言えるけどさ、東京でライブしてもさ、私が凱旋って絶対なんないじゃん。普通に東京でライブしました、あと絶対ちょっと悲しいよね。武道館もしできても絶対凱旋にならないもん。武道館おめでとうだな、別に凱旋で絶対なんない幕張はね、千葉だよ、幕張は千葉。地元だと、地元だとフューチャーしていける、絶対東京だったらなんない全国ツアーまだ東京で来てないんだ。そうなの？全国ツアーも全然できてないもんね今。SK にいるうちにできたらいいな。確かに東京ドーム凱旋になるいいな、やっぱ地元仕事いいな。東京テレビとかないもんな。テレビ東京あるけど全然東京以外でもやってるし。手持ち分全部投票するです、ありがとう。ぜひ、え、ね、ビンゴツアーは東京やったんだね。ツアー
ね、もう今できないもんね、絶対できないもんね。あ、江戸川やってたな。やってたわ、懐かしい。江戸川で東京だった、東京だったんだ。ゼップもある、確かに。絶対凱旋にならんわ。ビンゴツアー、ビンゴツアーの関東。2回行ったな。1回は舞台に上がってないけど。いいな、ツアー。コンサートしたい、なんでライブしたい、なんでもいい、なんでもいいからライブしたい。なんかもうさ、何でもいいからライブしたい。何でもいいからってなんか言い方悪いね。ライブしたい。公演ももちろん楽しいんだけど、たまに違う曲やってみたいやなって思うよね。もう死にそうになりたい。死にそうになりたいですね。ステージのあやを見て、ステージのあやはですね、公演でね見るんですけど、ぜひ DMM とかでね見ていただけたら嬉しいんですけどね。ぜひ見てください。そう、公演も好きなんだけどね。公演ってやっぱさ、なんか安心感があるよね。練習大変だと思ったことない私。公演当たれ、公演当たれ。2月7日はさ、まださ、あれかな、トレードみたいなのあるのかな。あ、そっか、18日にあるじゃん、特別公演みたいなやつ。楽しみ。何するんだろう。何するんだろう。じゃあトレード申し込む方はいいですね。14も12は出ないけど、18はね、久しぶりのあさんと一緒に公演に出れるよ。しかも当分また出れないだろうから悲しい。もう悲しい。やる前から悲しいです。14、18、その後も決まってる、まだ言えないけど。公園ぜひ楽しいですよ。公園は距離が何より近いですからね。知ってるくせにって何が。何が。8日楽しみ。8日はね、楽しみですね。なんで買ってん。私の大好きな先輩がいるから。18の内容知らないよ私。みんなと同じ情報しかないよ。題名しか知らないし、題名もその発表でしたし、その年末公演すること、年末のリベンジの公演することもマキコさんの発表で知ったし、知らないよ。メンバーもね、そこで初めて知ったから、あ、こんなメンバーなんだ、めっちゃ変わってる、年末のと変わってるって。だから多分年末とやること全然違うと思う。
からそんなね簡単に私が嘘をついてると決めつけるのはやめましょう。何するんだろうね、楽しみ。チリさんに久しぶりに会える。年末のやつの多分予定とは全然違うことするはず。まずメンバーが違うからね。年末のもね、そう楽しみだったんだけど、多分あれはもうねやることはないであろう。ワク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 。あ、中坂がいいねしてくれたさっきのツイートに。じゃあ消すのやめようかな。どうしよう、今ツイートを消すか迷ってるんだ。今楽しみなことは明日の朝のご飯と、明日の朝のご飯と今度の公演と、うん、なんだろう、以上です。なんか楽しみないかな。あ、バレンタインのチョコを買うこと。何食べる予定なんでしょう。ちょっとメールで送るね、食べたら。2月7日楽しみ、それとも不安。いやさすがにね、もう K2 公演結構出てるから不安はないですね。楽しみ、さすがにね。意外と K2 公演私出たことあるんですよね。そう、ツイッターのツイートのいいねとリツイートがね少ないと消したくなっちゃうの。だから今消そうとしてる。あ、7日は公演じゃないのね。え、てか今日って7日じゃないんだ。ちょっとよく分かんなくなってたわ。速報は楽しみ、でも速報は楽しみなわけないじゃん。楽しみなわけないじゃん。楽しみなわけがないやん。いやだからみんながさリツイートもして、リツイートといいねいっぱいしてくれたらさ砂も残しとこうと思うけど、少ないと消しちゃうんだよね。だから最近ね告知ツイートしかない。最近私のツイッター告知しかなくない。だからフォロワーが今日20人も一気に減っちゃったんだよきっと。でもさ復活してるってことはさ20人増えたってこと。ちょっとわかんないけど、ぜひみんなフォローしてない方がいたらフォローしてください。え、投票してくれたのは嬉しいけどさ、速報楽しみっていう人いる。そんな人いる、そんな人いる。だって不安か楽しみかでしょ。楽しみ取る人相当メンタルって心強いよ。私にはそんなメンタル持ち合わせてない。なんなら次の日公演できるか心配だもん。いいねした、ありがとう。リツイートしてきたって、ありがとう。リツイートはやっぱり目に入る人の数が増えるからイコールいいねも増える可能性があるので嬉しいですね。ありがとうございます。
中間発表ない。楽しみって言ってる人なんてそんな強すぎてかなわん。ドッキリです。どういうこと？実はティーンズユニットありませんって。実はありませんでしたっていうドッキリだったらいいね。ツイートしてくれたら好き、ハートあげます。何度も言うんですけど、 YouTube の再生回数のは全然多分関係ないと思うし、私の場合はみんなで作戦立てて YouTube の再生回数が多いとみんなが注目してくれるかもねってなって、みんなで頑張っていっぱい見たんですよ。だから多いだけ。ハート、はい、あげます。ハートあげます。リツイート、みんなありがとう、再生してくれて。いっぱい再生してくれてありがとうございます。多分ママとかもめっちゃ再生してくれてた、サファリでね、 Google の方で。駅の掲示板に投票の願い書いてた時ね、ありがとう、すごい、そんな権利あるの？なんかさ、そういうのさ、私の昔からやってた習い事でやってたけどさ、すごい、そういうのね、絶対効果ある、ありがとうございます。どういう感じ？なんか書けるの？文字書けるの？写真は貼れない？写真は貼れない、わかんない、ありがとう。ハートはね、リツイートしてくれた人にあげてます。そう、みんなが頑張ってリツイートじゃない、再生してくれたんです、ありがとう。何してるの？何やらしね。何 XYG って何？何それ？すごい、確かに掲示板とか使えるのすごい。あとさ、なんかたまにさ、ペンの試し書きのコーナーとかにさ、いろいろ書いてあるよね。ぜひペンの試し書きがあったら書いておいてください。何 XYG って何？やばい、どんどん分かんない英語が来るから無視したいと思います。今日ね、今日集合時間の1時間前に起きたんですよ。メールでは送ったんだけど、すごくない？遅刻フラグが立ちまして、そしてでもね、なんと間に合ったから天才フラグが立った。私は天才かもしれん。ああやって書いて、全然書いてください、あの投票だよ、してるよ、受付中だよ、 SK48 モバイルに入って、もう長文で SK48 モバイルに入って、こうしてこうして投票できます、1人2票、詳しくはこちらみたいな。ぜひ。そう、1時間前に起きて、集合時間の、しかもお風呂入れなかったから朝入らなきゃいけなくて、1時間で家着かなきゃいけないのに、家じゃない、着かなきゃいけないのに。でももう超急いで、本当に急いだら、あの15分前に着いたから、あの買い物行った。買い物行きました。
買い物行ってから集合場所行った。天才じゃない？え、そう、なんか普通にもう出る準備できてるならいいんだけど、なんかお風呂に入ってなかったわけ。それがね本当にすごいと思う。でも今日はメイクしていかなくてよかった日だったからよかったんだけど、もうねメイクする日だったら終わってたけど、まあメイクしない日だったからよかったけど、本当にそう、お風呂入らなきゃいけなくてすごくない？本当に。で自転車でビューンって出発して超寒かった。で買い物行って集合場所にぴったりに着いたね。今日は先輩がいなかったから、あの集合時間にぴったりに行っちゃった。天才だよね、やっぱ天才だよね。でもめっちゃもうこんなこと二度としたくないと思った。こんな急いで帰ってきてから部屋汚すぎて絶望したもん。急いで出たから、めっちゃ急いで出たから帰ってきて部屋が汚くて絶望した。本当にもう一生一生急がずに行きたい。急がずに生きていきたいです。それは絶対に無理なんですけど、速報イベントでエゴさんに会えるの？え、エゴさん速報イベント来るの？エゴさん速報イベント来るんですか？歌収録9期じゃない、9期もいたけどね。てか他の曲のことも全然あったし。え、公式、私さこの間エゴさんに聞いたの電話で、来ますかって、速報来ますかって。もしかしてフェイントだったの？え、公式で発表されてるの？出てこない、どこに出てくるの？どうやったら出てくるの？ツイッター？公式ツイッター？目覚まし1個しかかけない携帯のやつ。え、これ本当？誰か嘘ついてる？どういうこと？本当に来る？本当に英語さん来る？追加メンバーって何？追加メンバーって何？どうやって見、あ、ニュースあった、これ。本当だ。何？スペシャルアクトって何？歌歌うの？カノさん。本当だ。知らなかった。本当にエゴさん来ると思わなかった。なんかさ、エゴさんが発表するんですかみたいな話してたんだけど。マキコさん MC じゃ、あ、違う。マキコさんが MC だけど、あやめろさんはあのアシスタントじゃないみたい、今回は。やだなぁ。いや、エゴさんに会えるのは嬉しいけど、会えるのは嬉しいけど、なんかエゴさんに会えるのは嬉しいけど、なんていうの、まあ、考えない方がいいことだけど、良くなかった時に迷惑をかけそうだから嫌だな。メダルさんも、あ、この日に会えるじゃん。へえ、そうなんだ。やっぱさ、みんなの方が情報早いよね。みんなの方が情報早い。緊張感のあるイベントになってきた。もともとあったけどね、私には、だいぶ、私的にはだいぶあったけどね。ありがとう。なんか喋っちゃった、なんか喋っちゃった、どうしよう。なんか喋っちゃった、汗汗汗汗ね、汗汗。この間のさ、
なやが喋った。この間のさ、リモ、なんだっけ、みなるんさんにもちょっと会いたかったから嬉しい。なんだっけ、この間の昨日か、昨日の発売記念特番、みんななんかさ、汗汗ってフリップに書いてると3人ぐらいいなかった。汗汗ってめっちゃフリップに書いてあった。あれ流行ってるみたいな。やっぱ流行ってる。でも汗汗って結構前から流行ってるよね。なんかでもリンカタンがずっと使ってたイメージ、私的には。谷さんとかも汗汗だった。そう、ルーさんが MC で言う前になんかね、リンカタンがねずっと使ってたから、それで私もずっと使ってた。そう、めっちゃ前からねあるよね。だから私たちの時はカタカナで半角で汗汗っていう。だから私のね、あのモバイルメールをめっちゃ遡ってもらえれば、めっちゃ前からずっと言ってると思う、私。汗汗リンカさんのイメージめっちゃ汗汗。そう、半角のカタカナでね、汗汗ってめっちゃメールに書いてた。でもなんかルーさんが MC で言っててひらがなってしたから、この昨日は汗汗って書いてた。アイリちゃんは言ってるイメージあんまないけど、流行ったのは多分ね、おるーさんが MC で言ったからかな、流行語みたいな。そうです、私たちは最先端を生きてたんでね。なんか昨日ね、昨日の夜にいろんな動画を見返してて、そしたら5時になっちゃったんだけど、いろんな動画見返してて、なんか愛理ちゃんとりんかたんと遊んだ時に、愛理ちゃんがめっちゃなんか青春みたいな動画作ってくれたの、3人で遊んで、その日の思い出をまとめた動画を、なんかそれ見てたらなんか泣きそうになってきちゃって、涙出てきて、なんか、はあ楽しそうって思って、すっごい青春してるね動画があって、本当に泣きそうになった。楽しかったなって思って、そんなことをしてたから今日、集合の1時間前に起きちゃったっていう。自分のせい。え、そう、めっちゃ泣きそうになった。しかもなんかすっごい楽しそうなの、なんか笑顔が儚いと言いますか、なんていう。すごい青春だった。とりあえず、そう、本当に間に合ってよかった。超急いだけど、でも急ぎすぎると階段から落ちるから本当に気をつけないと。エゴさんが、エゴさんとこんなに先輩いっぱい来るんだね、緊張しちゃうね、やだな、やだな、やだな。寝坊すると逆に早く準備できるときあるね、わかる。こんばんは、あと15分だ。あと15分、その間にできることは何かあるかな。私は今からティーンズユニットの関連のツイートをするための、あの準備っていうか、まあそう、準備だね、するんですけど、頑張る。もうガチらない、本当にガチらないとね、間に合わない、速報までに。明日にあげたい、明日にはあげれるように頑張ります。
そう、ある準備がね、頑張って今頑張ってるので、全然おならしに見えないから、あと15分ってのが違和感ない。そっか、私ってことは高3でも、今日めっちゃびっくりされた、高3ってことに。なんか今日その平均のあの歌たどった時に、私が久しぶりに最年少だったの、最年少だったのね、その中で。そしたらめっちゃびっくりされた。びっくりされました、実は高3です、高3って言われた、そうですって言ったらすごいびっくりされました。大人っぽいかな、今のは誰のモノマネでしょうか。分かった人は天才、分かった人は天才。落ち着いてる？私ね、多分みんな私のこと全然分かってないわまだ。今日ね、いつも一緒にメイクさんにね、なんか一番頭おかしいって言われた。一番頭おかしいって言われた。あやちゃんが一番頭おかしいって言われた。あー、残念ながら違いますね。そう、モノマネってわけでもないけど、私の好きなショールーム、ある日のショールームである人が言ってた言葉です。答えは言いません。そう、一番頭おかしいなんか言われた。二人メイクさんがいい意味でね、多分いい意味だよ、多分いい意味だよ。私のことを知ってる人は多分そう思うんだと思う。私はね、大人っぽくないと思う、私のことを知ってる人は。そう思うと思う。だからこれから知れるようにみんな頑張ってください。そう、多分ね、私のことを知れたら偏見っていうか、ね、印象は変わると思います。なおさんもずっと赤ちゃんって言われるし、ゆずさんとかね。だから皆さん、これからもっと私のことを知れるように頑張ってください。あのね、人間の中でね、人間の中で一番怖い行動っていうのがあって、なんだと思いますか。それはもう今度どうしても誰かにやりたいの。人間の中で一番怖い行動に、人がしたらめっちゃ一番怖いこと、行動。あと10分見えてるよ、時計あるんだ実は。頑張ってください、信頼と実績。一番怖いのはね、こうやってね、例えば2人とかで目の前で喋ってる人が急にあーって言うこと。あーってさ叫び出したらめっちゃ怖くない？あーってめっちゃ急にだよ。普通に喋ってるの、喋ってなくてもいいんだけど、目の前にいる人とか。びっくりした、びっくりした。目の前で喋ってる人とか、喋ってなくても目の前でなんていうの、携帯二人でいじってたり、普通に過ごしてるのに急にあーってさ
行ったらめっちゃ怖くないなんかわーとかじゃなくてあーっていうの怖いでしょ。めっちゃやりたいんだよねこれそれを YouTube で見ていつかやろうと思って。だから一番怖い顔を研究してる今一番怖い顔を研究中。どのあーでどのあーが一番目怖いトラウマになるレベル。本当にさ、今はショールームだからあれだけどさ、目の前の知り合いとかが急にやったらめっちゃ怖くない？本当に。あ、よし、ツイッターのいいね伸びたかな。あ、全然伸びてないリツイート1個も増えてない。悲しい。消そうと。そうだから皆さんもぜひやってみてくださいいつかやりたいんだよね。あ、増えてた。変わってないだけだった。増えてました。よかった、告知ツイートは超えたわ。そう、なんかさ、告知よりさ写真が伸びないと悲しくない？でも今のところ観覧車の方が多いもん。観覧車へようこその方が多いもん。誰やろうか、誰にやろうね。いつかやるわ。こう、え、でもなんかさ MC とかやったらカットなりそうだよね急におかしくなったって。あ、今度の速報でやろうかな。速報、速報発表の前に。そう、ツイッターってなんでこんなすぐ消したくなっちゃうんだろう。なんか載せたくもなるんだけど消したくなっちゃうんだよねすぐに感じでおかしくなっちゃったと思われてさ、カットされるよね絶対。ほう。あ、通知は来るんだ。消しても通知はあるんだね。怖いな、やだな。でもね、みんながリツイートといいねをいっぱいしてくれればそんな消すなんてことは多分起きないのでね。間違えたとか以外ならみんなにかかってるんです。いや、コヨーチフラッグ、イヤップ、チュン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 。タラタラタンタラタラタンタラ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 。古畑さんには言っといてよ。ちょっとそれはちょっと私には責任が重すぎて難しいんですけど。でね、いっぱいいいねしてください。
私にも。カッコつけてもしょうがねえじゃん、近くにいれば伝わるだろう、ハートの言葉見えない言葉パン、ドキドキイコールラビ、嘘なんかつけない騙せやしない、こんなにわかりやすいフラグだった、大好きであるだあるだわかるだろう、恋落ちフラグキャッパン、愛は長女だから大人だと思ってる、その考えは今すぐにやめた方がいいと思います、すべての長女の人がかわいそう、そうやって抱え込んでるんですみんなは、長女だからって大人っぽいと思われて、すべての全国の長女を代表しています、その考えを直ちにやめてください、嘘なんかつけない騙せやしない、こんなに分かりやすいフラグだった、大好きだって誰だって分かる、ここ大好き、大好きだって誰だって分かるだろう、恋落ちフラグ、イエップ、ザッザフラグ、ここまだ覚えてない、 I see I'm in loving you、 Let'sThat's a flag, me too. It's breaking up my heart. That's a flag, that's a flag. We are no icing, I mean. 分からん。エゴさんとね、私家族構成マジで一緒だった、本当に。なんか年齢差がほとんど一緒だった。本当に。びっくりした。末っ子だって辛い、そうなんだそうなんだ、昔の英語覚えてないまだね、運命ですね、本当に運命を感じた瞬間、みんなの運命を感じた瞬間を発表してください、あとね、あれもいっぱい、私さ、あなたが推しメンに恋なんとかみたいなやつハッシュタグ昨日ずっと見てたんだけど、めっちゃ感動した、もう私のだけじゃなくて他のメンバーのもめっちゃ見てたんだけど、めっちゃ感動した、うん、こんな一人一人にたくさんエピソードがあって思い出があっ て、アイドルってすごいなと思いましたね、感動した、ステニー、もうすぐ終わるね、あと1分だ、よろしくお願いします、ディンジーに、もう本当にちょっとね、なんか変なことをしたらごめんなさい、今日も配信で変なことをしたらごめんなさい頑張りましょう、速報までに全力でいくぞ、おお、あう、これはトラック、やっ、私も今から頑張るね。